ご主人様、こんなところにいらっしゃったのですか。その久しぶりの演習に私まで加わってよかったのでしょうか。カズト、アイシャ、こっちの布陣終わったで。あとはカリンの開始の合図待ちやな。任しとき。何よその目は。私だってリンみたいにカリン様のおそばで戦況分析したかったわよ。でもカリン様のご命令なんだから仕方ないでしょ。なんで私がそんな気を使わなきゃいけないの。カリン様のおそばは自力で勝ち取るものでしょ。の本営も配置は終えているわね。まあ春蘭と秋蘭に沢までいれば当たり前でしょうけど。沢や春蘭ちゃんとやるのも久しぶりやな。アイシャの補佐はできるし、カリンさまさまや。で、どう？アイシャ、カリン様の兵を指揮してみて。ああ、こちらの兵は新兵だと聞いていたが、彼らは本当に新兵なのか。相手は義の筆頭部隊だけど、こちらに関しては三国の戦いが終わってから軍に補充した正真正銘の新兵よ。沢や凪の指揮で演習は何度かしてるけどね。今回の演習は強敵にぶつかった時の気構えだけじゃなくて、教官以外の指揮でどれだけ動けるかの見定めも目的だから、遠慮なく言っていいわよ。使えない？役だ。練度が高くて驚いた。職の新兵は初めて私の指揮を受けると私の声に驚いて使い物にならないんだが、ここの兵は眉一つ動かさないな。当然よ。食事や町の警備では何度か一緒になりましたが、今のところは。ですが凪はともかく、沢はその手の長練に向いた性格だとはとても思えませんが。誰も加減って言葉を知らないしね。なるほど。さて、ぼちぼち時間ね。わかりました。総員聞け！
これより我が軍は河口屯属する河口援軍と戦闘に入る。相手は百戦錬磨の歴戦の勇士たちだが、恐れることはない。こちらにも同じだけの将がいる。策を授ける使者がいる。そして何よりこの三国を平和に導いた天からの使者がいる。なんと。主人様、ありがとうございます。ご主人様、いえ、職でもご主人様は誰とでも分け隔てなく接されますから、私もてっきりそれと同じものだとばかり。本当に三国でいろいろな違いがあるのですね。そんなの春蘭に決まってるでしょう。ならばご主人様、こちらも出ます。承知。艦隊総員出撃。続け続け。うおー、やっぱ愛者かっこいいな。あんたも出なさいよシア。へーへ、なら勝つと行ってくるわ。任しとき。で、なんであんたが残ってるのよ。あんたも先陣切って華々しく散ってきなさいよ。進撃途中で馬から落ちて死んでくれてもいいわよ。邪魔だから。知らないの？あんた、世間には戦で負けて勝負に勝つっていう言葉があってね。いくら軍神艦運長の指揮でも兵の練度が違いすぎるわよ。訓練だからそれも織り込み済みではあるけど、正直いい気分はしないわね。期待を裏切るようなことするわけないでしょ。それに春蘭に偉そうな顔されるのも気に入らないし、連中は本気で潰すわよ。
ただいくら策があっても全てが思い通りに行くわけじゃないのよ。あとはアイシャのお手並み拝見ってところね。方向と勢いは詳しく説明せよ。よし、こちらはケンファの策通り突撃をかわして横合いから叩く。総員私についてこい。今のところはね。春蘭が対応してくるのも時間の問題でしょうし。正面から受け止めたら最初の人当たりで終わりだもの。時間が稼げる分それよりはマシでしょ。的から近寄ってどうするのよバカ。今の私たちは待つのが役割よ。そう、気づかれてはいないでしょうね。いくら教えを受けた相手とはいえ、敵将にドナはいらないわよ。楽しそうにしとんな。おお、やっぱケーファーの言う通りか。こっちに気づいた様子は？魔王蜜の動きは慣れてへんな。魔王あたりならもうちょっと馬はやるんやろうけど。どうもこうもないわ。はようこっちの旗あげ。沢の尻ぶったたいてさっさと愛者の援護に行くで。総員突撃。よし、予定通りね。さすがシア、いい働きをしてくれるわね。雨金隊の混乱具合を見て、こちらも強撃を仕掛けるわよ。総員反転用意。集団の手数が限られているとはいえ、沢に奇襲役を任せるのはどうなのかしらね。使える
ては全て使うわよ。このくらいしたって加工盾隊が本気でかかってきたら五分にもならないんだから。それより早くサワを倒してシアをアイシャの援護に向かわせるわよ。相手はまだ無傷の加工炎隊も残ってるんですからね。